そら、大丈夫だよ。陸が一緒なんだから、大丈夫だよ。あ、もしかして、もう、イエシット様。あれ、カラス？あれは、マレフィセントの使いだな。見て。ん？これは、ミニーの。王様。え？なんて書いてあるんですか？ミニーが、マレフィセントにさらわれたらしい。ミニー王妃が？マレフィセントは、ディズニーキャッスルに戻るよう指示している。王よ、一刻も早く向かうのだ。はい、君たちはここで待ってて。王様にお邪魔します。そうだね、僕たちは仲間だ。また君たちの力を借りるよ。では行ってまいります。うん。この木にマレフィセントが動き出すとは、闇の勢力がこうしているのか。もしや、ツヤノート。あれ、またトラバースタウンだ。戻ってきてくれたね、ソラ君。待ってたよ。それよりもさ、とりあえず降りてきてよ。話しにくいから。いや、じゃなくてさ、待ってたんじゃないの。なんだか君もネク君みたいになってきたね。そんなことより、君たちを待ってたのは。君たちってことは、もしかしてリクも。うん、君たちはまだ会えてないようだね。でも信じていれば会えるよ、リク君が言ってた。そうか。その言葉の通り、ネク君たちもパートナーに会えたんだ。じゃあ元の世界に。前にも言ったけど、彼らは一度存在を失った。本来なら死神に魂を奪われるところだったんだ。でもこの世界で再生し、パートナーとも再会できた。死神？そう、ネク君たちが元の世界に戻るためには、いくつかの死神のゲーム、ミッションをクリアしないといけない。それが元いた世界のルールだからね。でも
今回のミッションはかなり厄介でね。仲間を呼ぶ能力を持つドリームイーターが現れてキリがないんだ。それで君たちの力をまた貸してあげてほしいと思ってね。ドリームイーターに有効な武器キーブレードを持つソラ君とリク君に。やっぱりリクもここに来てるんだ。そうだね。でも二つに分かれたもう一つの世界はなんだか近くて遠いとこにある気がするんだよね。時間や距離では測れない場所、ポータルで隔てられていることで余計にあやふやになってる。大丈夫、会えなくてもリキとはいつも心でつながってるから。君たちが羨ましいな。ヨシュアの気持ちだって伝わってるさ。君の全く根拠がないけどその気にさせる自信嫌いじゃないよ。おい、さて噴水広場でネク君はパートナーと応戦している。頼めるかいソラ君。もちろん。だけ疲れちゃったね。休憩しよっか。お待たせ。ソラ、ここは俺に任せて。いや、俺はまだ戦える。そんなこと言ってドリームイーターだって呼び出せてないじゃないか。ドリームイーターはもう必要ない。やっとパートナーに会えたんだろ。次は元の世界に一緒に帰らないと。ネクがやられたらその子はどうする。しょうがないな。ちょっと休ませてもらうよ。受けてみろ。はっ。せい、せい。行くよ。逃げられた。ソラ、君がネクのパートナーだよね。うん、私シキ。あなたソラでしょ。話はネクから聞いてるよ。そっか。ネクはシキのことすっごく探してたんだよな。やめろその話は。え、どうして。言ってただろ、必要だって。ありがとうネク。そんなんじゃないからな。うん、でも誰かに必要って思われるのは嬉しいよ。お取り込み中のところ悪いけどトラブルだ。今のドリームイーターはもう一つの世界に逃げたみたいだ。もう一つの、ということはリクが。そう、向こうではリク君たちが戦ってくれている。でもこのままでは行ったり来たりを繰り返すだけだ。だから同じ場所で待ち構えて挟み撃ちにするんだ。その場所は三番街だ。分かった。ヨシュア。なんだいネク君。俺たち本当に元の世界に帰れるのか。何言ってるの。ネク君は負けられないんでしょ。自分を諦めたら世界を諦めるのと同じだよ。お前も来るよな。え、僕も。ああ、友達だろ。一緒に帰るんだ。君は君でソラ君みたいなこと。は？ありがとう。
トラバースタウン戻ったのか。ヨシアか。君たちを待ってたよ。何かあったのか。ちょっと問題が起きてね。君たちの力を借りたいんだ。ソラももう来てるのか。さすがリク君、ソラ君と違って話が早いね。ああソラはな。さて早速その問題なんだけど、厄介なドリームイーターが現れてね、両方の世界を行き来してる。しかも他のドリームイーターを呼ぶ能力があるんだ。それがなかなか手強くてさ、今みんなでミッション中なんだけど状況は厳しい。そうか、シキたちも参加してるのか。そうなんだ、今はみんなパートナーに会えて、シキ君はもう一方の世界で戦ってる。向こうではソラ君にも頑張ってもらってるよ。なら安心だ。俺はどうすればいい。ちょうどそいつがこの先の噴水広場に現れたところなんだ。こっち側にはビートに行ってもらってる。分かった。それと君には言っておきたいことがあるんだけど。ん？ポータルを介した2つのトラバースタウン、ずっと2つは並行した世界だと思ってたんだけど、どうも間違ってたみたいなんだ。どういうことだ。ちょっと複雑な話なんだけど、君たちがこの世界を去った直後、シキ君もビートもパートナーと出会えた。ミッションへの参加者は手のひらにカウントが刻まれてるんだけど、向こう側に行ったシキ君の時間はパートナーより遅れていて、こちらの世界に来たビートのパートナーの時間は進んでたんだ。二つの世界は時間の流れが違うと。でも世界の全てが時間の流れは違う。シキたちが元いた世界とトラバースタウンでも言えることだ。うん、その理屈は分かってる。ただ同じトラバースタウン同士なら時間の流れは同じはず。この二つは単純な平行世界ではないということだよ。例えば過去と未来とか。いやそれも違う。二つの世界は明確に別々で、時間だけの隔たりじゃない。さっき君が言った通り、違う世界同士では時間の流れが違う。つまり2つは全く同じようで、まるで違う世界なんだ。違う世界。うん、答えは僕にもわからない。同じだけど全く違う別の世界。一つだけ思い当たるとすれば、これはまるで夢。そう、さすがリク君、話が早い。僕や僕の友達には重要なことではないのかもしれないけど、君とソラ君には大事なことかもしれないと思ってね。ああ、ありがとう。とりあえず今は噴水広場に。さすが、話が早いね。行ってくる。ビート！おっせっつーの！ビート、お前のドリームイーターはどうしたんだ？今はパートナーが一緒だしな、お前の出番もねえよ。またビートはそんなこと。さっきまでリクはまだかって言ってたじゃない。はははもうそれを言うなよ。はじめましてだね。僕はライム、リク君だよね。パートナーのビートがごめんなさい。だから俺は謝んなきゃならねえことはしてねえっつーの。本当に謝るのは早い方がいいよ。出ないとどんどん謝りにくくなるんだから。おいリク、黙ってないでちゃんと言えって。悪かった、ただ仲がいいなと思ってな。なことねえよ。ビートは口とか見た目は悪いけど、すっごく思いやりがあるんだよ。ああ、ビートの思いやりには俺も救われた。ほれ見ろ、うてライム、お前、見た目が悪いって言ったか。え。さあ、奴がお待ちかねだ。そろそろ行くぞ。おお。こいつらは俺たちに任せろ。リク君はあいつを追って。ああ。
タッチ消えろ。やっ、せい、数を出せばいいってもんじゃないぞ。3番街だ。両方の世界からあいつを追い込む。分かった。逃がさない。こっちも通行止めだ。ルールは守らないとね。しまった。ずるい。ソラ、頼んだぞ。もう少しで追い詰められるとこだったのによ。ああ、でも向こうにはあいつがいる。大丈夫だ。でもよ、なんだかすっきりしねえな。ビートは誰の影響も受けないんだね。変わらないよ、君は。はあ、当たり前だろ。俺は俺だ。ビート大助の城君だっけ。おい、フルネームで呼ぶなよ。変わった名前だな。おい。さあ、俺はもう行くよ。ビッグ君、ありがとう。おお、元気でな。またみんなで会おうぜ。うん、ソラ君にもよろしくね。ああ、ビッグ君、さっきの話だけど気をつけてね。もし本当に夢だとしたら、現実だと信じさせようとして夢は嘘をつく。分かった。ん？何の話だ。君やソラ君には難しい話さ。はあ。任せろ、リク。リク君がうまくやってくれたようだね。こっちは俺たちが引き受ける。ソラはあいつを頼む。分かった。
受けてみろ。いや、受けてみろ。それ。行くよ。また逃げられた。よしは、今度はどこだ。どうやらこのトラバースタウン以外の世界へ逃げたようだね。もう僕の力は届かない世界だ。そうか。ミッション失敗ってこと？俺が追いかけるよ。え？今さらゲームの参加者じゃないからダメとか言わないよな。さあ、でもいいんじゃないかな。ソラ君的に言うなら心がつながってるんでしょ。ああ、じゃあ行ってくるよ。ソラ。ん？ありがとう。ソラの言う通り、難しいことじゃなかった。うん。なんだかネク、変わったね。え、そうか。うん、かっこよくなったよ。はぁ？お友達と会えたら、今度は私たちの町にも来てよ。そうだな、渋谷で待ってる。ああ、約束だ。リク君に伝えておくことはある？うん、自分で伝えるから。卑怯者さ、ビーター。卑怯で結構。悪者はそういうもんだからな。自分で悪者って言っちゃってるよ。ピート、そんな小悪党みたいなことを言うんじゃないよ。私たちには全ての世界を手に入れるという大きな目的があるんだからね。君たちには悪いけど、そう思い通りにはならないよ。この状況をよく考えて言うんだね。王妃がどうなってもいいのかい？ミッキー、私のことはいいです。マレフィセントの言いなりになってはん。ミニー、マレフィセント、一体何が望みだ？そうだね、まずはこの世界を私たちの住みやすい場所にしてもらおうかね。まったくだ、ここは眩しくていけない。いや、マレフィセント、君がそんなことでここまで来たとは思えない。本当の目的は何なんだ？さすがだね。私が外の世界を知るきっかけを作った人物、ゼアノートを知っているだろう。どうして彼を？やっぱり知っているようだね。彼に聞いたのさ、心を闇に引き入れる方法、そして世界の七つの純粋な光の心。その七つの光を手に入れれば世界も手に入るとね。でも私の思惑とは少し違っていてね。世界は思った以上に複雑でうまくはいかなかった。だからね、思ったのさ、私は私のやり方で世界を手に入れようと。お前たちは確か世界のデータとやらを持っていたね。
それを渡してもらうよ。待って、この前俺が閉じ込められていたやつさ、あれをこっちによこせ。データをどうするつもりだ。お前に教えるつもりはないよ。おっと、みんな大好きな王妃がどうなっても知らないぞ。どうやら要求には素直に答えるつもりはないようだね。こうなれば消えてもらうよ。うわあ、あ、王様！ミニマレフィセント、観念するんだ。な、マレフィセント、計画失敗だ。ひとまず逃げよう。そうだね、また出直すことにするよ。欲しいものがここにあることは分かったからね。待ってくれ、マレフィセント！闇の力を使ってここに？無茶なことを。でも、まさか君に助けられるとはね、アクセル。違うな。俺の名前はリア。記憶したか？王様、なんでこんなところに。僕のこと知ってるの？何よ、これはジミニーやトロンと同じなのか。いや、でもここはディズニーキャッスルじゃないし、あの世界は眠りに閉ざされていない。どうなってるんだ？どうしたんだい？大丈夫？いや、あの、ここってどこ？ん？君はその鍵？そう、これはキーブレード。分かってる、他の世界から来たんだね。僕はミッキー。実は僕も訳あって、今はこの世界で重視をしている。ここは俺が知らない時間に王様がいた世界。その世界が眠りに閉ざされていて、王様が…まだ混乱してるのかい？また来た！俺はソラ、ここは任せて。ありがとう、君に助けられたね。こんなんじゃ重視失格だよ。おい、うわはっへっへ、敵はどこだ？グーフィー、もう大丈夫だよ、グーフィー。わっへっほっ、あれ、もうやっつけちゃったの？
前に友達になってたかな。うん、初めましてだね。彼の名前はソラ。いつ知り合ったかなんていいんだ。僕たちはもう友達だよ。わお、ジャガーズグーフィーだよ。うん、友達だ。さあ、僕たちはプリンセスの護衛任務だ。行くよ、ドナルド、グーフィー。待って、俺にもそれ手伝わせてよ。重視でない空にこれ以上危険なことはさせられないよ。それならなおさらだよ。友達が危険なことをしてるなら放ってはおけない。わかったよ、ありがとう。じゃあ、あれやっとく？あれって？はあ、みんなは一人のために。一人はみんなのために。